来ました。今日はまだ泣いてんの？なんかロマンチックなのが聞きたい。ロマンチックなのが聞きたい。ロマンチックか。ほんなら。なんか違う。違うか。なんかねもう。それではない。もうなんかな、スイングもな、うん、あ、ボサも飽きた、うん、ボサも飽きた。あ、そしたらね、あとスイングとボサ、スイングとかボサとかもそんな飽きた。なんか違うのが聞きたい。それでお前ロマンスピアニストやろうか、なんか聞けよ。あのね、あれはね、あのね、ファンク、ファンク、なんその楽しそうな響きは。ファンク、ファンクはね、あのね、ファンクミュージックっていうのがあるんですね。うん、で、あの昔はデキシーランドジャズ、スイングジャズが流行ってきて、うん、で、モダンジャズがありました。モダンジャズがありました。ね、で、もちろんそこから、その辺途中から、あのボサノバもそこに絡んできましたけどね。うん、ボサノバも。で、その後ですね、ファンクミュージックっていうのが出てきたね。パンクではなく、パンクではなくファンクですね。パンクはもっともっと後ですね。うん、あのファンクミュージックっていうのはね、リズムがちょっとこういう、なんかダンサブルな感じですね。ダンサブル？ダンサブル。踊れるんか？踊れる。踊れる？踊れる？こんな。え？お？うざ？うざこれ？イエイ！ねえこれ。え？こういう感じだね。ちょっと面白い。これジャズなんか？うん。は？ね。マジで？はい、いや、ジャズ、いや、ジャズじゃないよね。ジャズじゃないけども、ジャズはこういう感じやろ？今日はそんな気分ちゃう？ね、まあそんな気分じゃない、うん、今日はそんな気分じゃないっていう時にはボサノバでもないジャズでもないっていう時にはもうファンクでしょ。でも、ね、ファンクジャズじゃない言うたやん。ああ、まあジャンル的にはね、うん、ジャズでも、まあね、まあ、お前はロマンスピアニストだから。でもファンクジャズっていうのもあるかもしれないな、うん、ファンクっぽいジャズね。まあちょっと待てや、聞け人の話を、うん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 、お前はな、うん、ロマンスピアニストだからもうもはや何弾いてもええよ。何弾いてもええジャズピアニストちゃうからな。でもな、うん、この番組のな、この動画の題名は、うん、ジャズってなーに。そやな。な、うん、ジャズの人がやらんもん教えたってしょうがないやんか。ほうほうほう。でもファンクジャズじゃないやろ。うん、まあジャンル的にはファンクというジャンルがあんねんけども、うん、まあジャズの人が結構やるんか。やるね。やりますよ。あ、そうなんや。うん、へえ。そうやな。例えばほら、サマータイムなんか今弾いたけども、いつもこうやって、うん、普通やったら、いつものやつやな。こうだね。あー、やべ、やっぱこれも楽しいかもしれんな。もうその場合やったら、チキ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 、へえ、ちょっとおしゃれな感じやな。あ、こじゃれてるね。カフェでかかってそうですね。こじゃれたやつらが一応ついてんね。もうね、かったるいね。いいね。ここですね。はいはい、ファンクはどうなるかって。どうなるか。今までジャズとかやったらね、うん、ジャズもボサノバなんですけど、まあ、割と複雑なコード進行を入れますね、うん、コード進行たくさんやる。コード進行って和音やね、うん、たくさん、そやな、入るよね、たくさんコードが動きまくるような。でもファンクっていうのはね、もっとコードをシンプルにしちゃうわけね。うん、うん、一発。え？同じ曲でも、そうそう、コード変えへんのか？同じ曲でも、同じ曲でもコードは変わってしまうわけよ。うん。じゃあな。なちょっとコードを言いながらな、うん、スイングとファンクを弾いてみて。うん、ならスイングでサマータイムを弾いたら、うん、サーマー C マイナー、A マイナー。D マイナー G7 A C マイナー
Am7flat5 D7 G7 G シャープ F マイナー F マイナF シャープディミッシュとかね。F シャープディミッシュ。分かってるのか。G セブン、G シャープセブン、G。分かってるわけないやろが。な、ところがファンクやったらずーっと C マイナスセブン、C マイナー、C マイナー。やっとここで F マイナー。で G セブン。3つだけなら出てくるのね、今のとこね。ポップスぐらいってことか。そう、ポップスと同じ並びってことか。もう近いね。うん、へへへへへへへ、これやこれや。そうやな、シンプルやから、コードがシンプルやから、うん、ずっと一緒やろ、ずっと。はい、C マイナー、 C マイナー、 C マイナー、 F マイナーって感じやな。それに比べてジャズは C マイナー、 A マイナー7フラット5、 D7、 G7 ってことなわけや。たくさん入るね。だから、たくさんコードを入れてしまうとちょっとファンクになりにくいね。ちょっと忙しいよね。あ、そうやね、忙しいな。一発問題、一発で。楽しい。これやこれ。隠しとったんか。ケチ。隠しとったやん。ケチ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 。お前ケチや。ね、そう。バーカバーカ。うん、な、何言ってんの。で、だって楽しいやんか。楽しいな。そうやな。音ダンサブル。いろんな曲あるけどもね。うん、じゃあな、じゃあな、うん、なあなあな、このファンクってやつよ。うん、じゃあね、例えばよ。うん、じゃあ今からテネシーワルズでも歌いますよ時によ、うん。じゃあ例えばまあボサでやってとか言うやんか。テネシーワルズを。ね、うん、あ、テネシーワルズはボサでせえへんか。前はフラミッドザムにしようもなんでもね。あ、でもいけるで。はい。いけるよな。ね、これで、うん、ファンク頼むやん、うん、こうやってまあボサにしてとかって、ね、ボーカルさん頼まれるわ、うんうんうん、じゃ、はい、ボーカルさんがよ、うん、ファンクにして言ったら同じようにファンクにするんか。やるね。歌手？歌詞？いや、覚えてる、覚えてないな。これ覚えてないな。
覚えてない覚えてないまたいつか覚えて歌いますお前ボーカルの先生だったよな。あでもボーカルの先生やってるけどもいちいちでもねあの、うん、生徒には覚えていただきますけどね、うん、あのまあ覚えてる歌詞もありますけどね、うん、覚えるの教える時、うん、教える時ってのでもあれやでこう目の前にね、うん、歌詞置いて教えるからね。なるほど、うん、そうそう先生やもんな、うん、そう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 。お前がライブで歌うわけちゃうからな、うんうん、ただでも特に自分が好きな曲っていうのはね覚えてるね、うん、なるほどね、うん、フライミーツムーンなんかはね好きやからね覚えてますからね。なるほど。フライミーツザムーンとかね、うん、あれ好きやね。ファンクでやったらフライミーツザムーン and let me play among the stars let me see what spring is like on youなるよね、こういう風に。ナナだったらよ、ファンクってよ、結構なんかボサノバぐらい大事なんでもちゃうんか。そうやな、大事やで、結構だよ。ただあの結構大事やん。ジャズのね、ライブハウスではあんまりやらへんね。あのジャズのライブハウスでやるのはやっぱし、スイング。チーチーキ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 。それでその中でちょっとそのうちのまあ1曲か2曲、うん、ボサノバが入るかな。でファンクはちょっとさなちょこっとだけ入るかもしれないなたまにね。ちょこっとだけ。ちょっと入る。あ、うん、じゃあ、うん、あれかあれほどは入らへんのかボサノバほどは入れへん。あそんなほど入らないね。ただバンドによってはそうやな特にファンクが好きだとか。あファンクショなるほどな。そう例えばファンクのファンク好き嫌いはありそうやもんね。あるわね。うん、あとはファンク普段実は弾いてますっていうベーシストとかドラマがいたらね、うん、そういう時はフューチャーしてちょっとファンクの曲多くね。あやったですよね。なんかベースとかはちょっとなんか結構違うんか。あ、違うね。チョッパー、ズカズカズバンってチョッパーベースってね。ピチッと弾いてね、やるような。うんうん、まあエレクトリックベースしかできへんけどね。そうそう、ピシピシって。うんうん、ああいう、そうやね。あれ系のベース、あれ系ですね。うんうん、あれ系ね。チョッパー系のベーシストが、うん、たまたまジャズライブハウスに来てね。うん、ジャズライブやってる時はね、うん、やっていただく時もありますね。なるほどね。チョッパーベース。だとかね、まあできるようになって奥に越したことはない。やるときにやってたら楽しいねってやつだな。イエイイエイでもこれ楽しいねイエイイエイイエイヘヘファンクは軽くね、うん、まあ僕専門にそうやってるわけだけど分からへんけども、うん、まあこんな感じかなみたいな感じですね。なるほど。セッションでファンクやろうぜとかいうこともやっぱあんねんな。 ありますね。ありますか。ファンク系の曲をちょっとやろうぜとかね、うんこの曲をちょっとファンクに変えてやろうぜとかね、うん、たまにちょっとこう、ウォーターメロンマンなんぞはファンクの曲になるんかにもなるし、どうあれあれフュージョン、ウォーターメロンマンって、うん、ウォーターメロンマンってまあよく聞くけど、聞くけどな、うん、あれはスイングにはならんの、うん、あ、スイングじゃない、スイングじゃないね、スイングではない、やっぱり無理、そう、スイングではないことは確かですね、確かですね、それからあれですね、古典のジャズではないことは確かやね、うん、なんか新しい、ジャンルとしては何やろ、ファンクとかフュージョンとか、フュージョンとか、何やろな、なんでしょうね、うん、昔の言葉で言うたら、ジャズロックとかね、ジャズロック、クロスオーバーとかね、クロスオーバーイレブン、うん、ちょ、これが懐かしいこと言ってしもうた、うん。
まあそういうジャンルですね。うん、なんです。で、アレンジできたのが70年代だと思いますけどね。なるほどね。ということで、ウォーターメロンとかね、うん、ファンク注文があるんか。ファンク注文があるで。なんかね、おかげで退屈なのも終わりました。楽しいな、なあ、バチコ、バチコよかったな、お前な、うん、なよかった、今日は来てよかった、嬉しいな、お前結婚してんなじゃあ今日はファンクの話をしたところで、うん、ね、じゃあもうお休みしようか。休みですね。はい、じゃあまとめてください。はい、今日はね、ファンクのいうもののお話でしたね。ワイはスイングしと、なんだっけ、スイングとボサノバしかないと思ってたからびっくりしましたよ。皆様はどうでしたか？なんか、なんだ、ファンクで歌手の人とかやっぱりファンクのリズムに慣れとった方がええんか？あ、ジャズ歌手が？うん、たまにはいいかな。たまにはいいかな、うん、あのだから1曲2曲ぐらいはあのファンクの曲もね、ちょっと歌えると面白いかもしれない。面白いかもしれませんね。自分でどうせやるからね、はい、あのライブやるわけやから、ライブの中でね、まあやったら楽しいよね。縦乗りやしね、縦乗り、そうそうそう、縦乗り、縦乗り、前縦乗りが好きなのに、なんでジャズピアニストに取り付いとんかよ、分からへん、というわけでね。それでは今日もね、ここに登録って、もうここかここか分からへん、ここに登録って出るから、登録してマイラとお友達になってくれたら、はい、とっても喜びますよ。それでは皆様、おやすみなさい。